いろんな悩みを YouTube で解決、交換、質問トーク。質問トーク。はい。佐藤さんです。はい。佐藤です。はい。じゃあ、今回はですね、2月の6日の動画になるんですけど、はい、カンカン同日入試も、ね、折り返し点は超えてるかなって感じなんですけど、今日は、はい、合格発表が終わるまでは、はい、受験勉強の手を止めないでくれっていうような、もうお願いの動画です。はい。ご依頼の動画です。ご依頼の動画。うん。はい、ご祈願の動画です。ご祈願の動画。はい。それちゃうか。ちょっと違うか。違うか。はい、祈願ではないか。はい。志願か。じゃあそれはあの、ルーチですね。受験生気になってるとは思うんですね。まあ、ルーチがどうなるのか。はい。ですね。まあ、そんな話じゃなくて、はい、合格発表が出るまでは、受験勉強の手止めてはいけませんよって話になります。はい、なります。これなんでかって言ったらね。なんでかって言ったら、はい、まあ、みんな辞めちゃうんですよ。みんな辞めちゃう。2月の特区か。はい。で、まあ、同志社の入試も終わって、はい、行きたい大学の入試で終わった時に、うん、うわーっていう解放感に、うん、まあ、苛まれるってことなんですけど、うんうん、解放感が来るんですよね、うん、そうで受験勉強終わったってなるんですけど終わってないっす、はい、終わってないっす。だってまだその進学先決まってないわけですよね、うん、で受かるか落ちるかってもうまあ五分五分じゃないですか、うん、分かんないですよね、うん、だ今まで A 判定取ってたからといって絶対受かるとは言われへんから、うん、落ちるか受かるかほんま 50%50% です、うん、でその段階で受験勉強やめてやばいぞって話で、うん、合格通知を手にして受かりましたってなったらまあ結果オーライかもしれへんけど、うん、そうじゃない可能性も全然あるわけありますね、うんうん、そうでみんな志望する大学の学部とかのさ倍率とかってまあ4倍とか、まあ、高くて5倍6倍とかのところもあるじゃないですか、うん、そう落ちる人数が多いんですよ、うん、そう受かる人数が少ないんですよ。そうだからなんか自分受かってるやろうなって楽観的な思考で手を止めてしまったら、うん、ほんまに受かってなかった時落ちちゃった時リカバリーが効かないんですよ、はいはい、発表も1週間2週間ぐらいあるわけやから、うん、その間も全然勉強せえへんかったらやばいじゃないですか、うん、スポーツとかでもさ定期テスト期間中で1週間運動せえへんかったってなったら1週間後その体がなまってしゃあなかったでしょ、はい、英語とかもそうやんか、うん、だから手は止めない方が絶対いいんです、うん、って言っても止めちゃう子おるんで、もしあかんかった時に、うん、差をつけ出るように、うん、発表がちゃんと出るまでは最後までちゃんと受験勉強を継続してほしいなと、うん、そうですね、いうふうに思います、うん、なんか同率もね立命館とか後期入試もありますし、うん、3期交流は基本的にありますし、うん、一つでもね、うん、自分の希望の進路に沿っていけるように、うん、ちゃんと後期入試まで考えて、うん、合格発表までは勉強しようってことですよね。間違いない、はいはい。でこれさ、仮にね滑り止めを高校推薦入試とか、うん、もっと早い段階の入試で取ってる子、うんうん、これはどうしたらいいですか。まずねその滑り止めに納得してるかしてないかなって、はい、もししてないんやったら後期でちょっとでも希望に近い進路に行けるように続けて勉強してほしいんですよ、まあね、ここでいいやじゃなくて、うん、4年間通ってその後 もう自分の名刺代わりになるわけですから、はい、一つでも希望に近いところを目指して頑張ってください。はい、はい、間違いない。でここの大学しかないと、ここが滑り止めだって思ってる子も勉強してください。なんでかって言ったら大学入ることがゴールじゃないじゃないですか、はい、大学入ってしっかり勉強して4年後に自分一人で生きていく会社に入る、うん、そういう力を身につけるためのスタートラインなんですよね大学入るっていうのは、はい、なので大学の初めには英語のテストであったりね、大学入ったらいろんな勉強してなダメなんで、せめて英語ぐらいはちょっと頑張ってやっといてください。マジで、うん、まあ単語とかも大学入学するってなって1ヶ月半ぐらい経ってるじゃないですか、うんうん、すぐ抜けてるんですよ、うん、で最初のテストでもう幸先悪いスタート切る子めっちゃ多いんですよね、うん、なので入学がゴールじゃなくてそこがスタートやと思って勉強は続けてください、うん、はい。まあ、英単語めっちゃ覚えてるわけやし、うん、文法とかもちゃんと整理してるわけやし、うん、文章も読めるようになってるわけだから、うん、その力がねメロになっちゃうとマジでもったいないもったいないですね、はい、しかしそこは継続してほしいなというふうに思います、うん、っていうお願いです、はい、お願いです、はい、お願いしました。はい、ありがとうございました。